タカピンの秘密基地。リコピン、デコピン、タカピン、タカピンの秘密基地。イエーイ。いつもより小刻みとすっかり秋満開ということで、目の前もあのトンボがビュンビュン飛んでおります。ということで、今日はそんな秋にちなんだとっておきの曲いっちゃいましょう。タカピン、秋の体力測定。イエーイ。何とね、脂肪燃焼させました。ということで、今日はあの秋の体力測定ということで、何個かあの項目を用意しまして、タカピンのあの体力がどのくらいあるのかっていうのをみんなに見てもらおうかなって思っております。じゃあ早速行ってみよう。最初の種目は 50m 走。はい。なんとね、久しぶりに 50m 走ります、今日高木。久々なんですか？久々。何年ぶり？でも5年くらい前に一回なんかそのなんかの企画で走って、あのその時はあのオリンピック銅メダリストの人に見てもらって走るよ。ガチのオリンピック銅メダリストの人に見てもらって、あの最初に走って、あなたはまだ人じゃないって言われて、でそれで1日あの走り方を教えてもらって、まあ、確かに11秒台だったね、 50m。 おお、遅い。まあ、で1日教えてもらって、あのそうようやく人になれましたねって、あ、よかったです、言ってもらえたから、あ、よかった。その名残が残ってればちょっと早いかもしれない。じゃあ今日思い出してください。そう、思い出して、あの頃の自分を思い出してください。そう、ちょっとあの素敵な 50m がここに。早速走ってみよう。位置について、よーい、スタート。怖いよ。ちょっと待って、なかなかリズム感は良かったと思う。私も押すのが遅かったんですけど、うん、嘘だよ、嘘、じゃあ11秒だったのか。ちょっともう一回やらせてください。もう一回ちょっとよ、私もちょっとリベンジ。もう一回ちょっとよ。お願いします、ごめんなさい。頑張れ頑張れ頑張れ、全然進んでない。位置について、よーい、スタート。頑張ってください。頑張って。はい。おお。早くなってる。早くなってる。早くなってる。私の撮影ミスで3回目をやらされて。逆になんかそれ世界記録じゃん。ちょっとでも早くなってます。この短期間で1秒早くなってるのってすごい。5分ぐらいしたら3秒ぐらいになる。絶対そう。じゃあ次の種目に。もういいんだ。もういいんだ。やってみよう。